皆さんこんにちは。今回は任天堂スイッチのチョコボグランプリやっていきたいと思います。今回がね初配信なんですが、このチョコボグランプリ何回かは一応試してやってみたんだけど、製品版もあるけど無料版でも遊べるよっていう感じの、まあ見た感じすぐわかると思うけど、マリオパークのモロパクリと言ってもいいぐらいのそんな感じのゲーム。不具合の技、さあ行ってみましょう。でもこのゲーム何回かは遊んだけど普通に面白かった。思いっきりこうマリオカードをパクリっぽいけど、レディーゴー、あ、そうか。で、基本的に4位までに入らないと脱落させられるって感じやったかな。そう、最高はファイナルまで行ったことあるけど、ファイナルではビリだった。さあ、行ってみましょう。まあ、マリオカートというか、まあ、レースゲーム好きだから。ゾゾの街。スタートダッシュも、基本的にマリオカートと似てる。ドリフトも、一番良くないのはコースがまだよく分かってない。危ない危ない危ない。あ、なんか来てる。何？お、やばい。やばい。やばい。最悪。しかもアイテム取れんかったー。あ、でも3位だ。よし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 。いや、もしかしたら俺1位だったのか、順位見てなかったけど。よし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 、問題ない。4位までに入ったんだら問題ない。基本的にキャラは変えずにチョコボで、チョコボ好きだし、ファイナルファンタジー11のチョコボマスター、チョコボ育成マスターと言われた過去がある。さあ、ネクストラウンド。この手のゲームの配信やってるとよくあるんだけど、唐突に何とか、えとか、おーいとか言ってしまう可能性が高い。さあ、ラウンド2。32人。
32人なわけないか。8人か。チョコボノーデ。よくわかりません。最悪。アイテムが、アイテムが取れてない。ファイナルラウンド。うわあ、お、4位。よっしゃ、とりあえずよっしゃ。前半かなりやばかったけど、やった。セミファイナル。配信でセミファイナルまで行けたの嬉しいぞ。しかもラウンド2結構途中で失敗したのに、いくつか、いや何回か。ラッキーラッキー。さあ次はどこでしょうか。あ、またゾゾのマス。ハイスピード。あー、いかん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 。コースが分かってない。危ない。何？あの歯磨きカットのやつ何なんや。うっそ。うわー、うわー、最悪。最後の最後で、最後の最後で7位に落とされた。マリオカートと同じだ。オーマイガー。ポイントは結構稼げたけど、おレベルアップ。マジか。もう一回やろう。もう一回だけ頑張ろう。時間的には大丈夫。
ます。コースが把握できてないのはダメだな。8人中4位までに入らんといけないのって微妙に厳しいな。あとこのゲームまだアイテムがちょっと把握できてない。曲がれん。おっと、曲がれません。危ねえ。マジで曲がれん。曲がれないんですけど、ちゃんとブレーキしろってことかな。ナイスバリア。何？ワップじゃない来る。最悪。曲がれ。このコース曲がれ。あ、でも、お、なんか知らん間になんか順位が上がってた。2位、嘘やろ。4位かと思ったのに。あ、なんか後ろからパワーウェーブが来てる。もう段差でクリアした。ラッキー、今のはラッキー。レッツトラン。このラッキー。まだ1位とかにあんまり慣れてないんだよな。何回かは慣れたことがあるけど。さあ、第2ラウンド。セミファイナルまで行けるかな。次元の狭間アルファ。十字キーで操作しようとしてる。
コースが全然分かってない。コースが全く分かってない。あーこれダメだ。なんかわからん。おおドラゴン。変なところで。あーダメだったか。5位。惜しい。惜しい。やっぱコース把握できてないのはレースゲームはちょっとダメすぎるな。お、でもなんかゲットした。お、アイテム。はい、ということで今回チョコボ GB チョコボグランプリか、はい、やってみました。まあ見ての通りもろ、まあ、マリオカートっぽいゲームなんだけど、まあ無料でできるって考えたらすごい面白いなと思います。お手軽だし、でこうマリオカートに飽きた人ももしかしたらいいかもしれない。刷新されたというか、まあ、刷新じゃないけど、はい、ということでよかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。